こんにちは。今日はこちらの新型クラウン、こちらの方はクロスオーバー G の2.5リッター THS2 の E4 になります。こちらの今日は試乗のインプレッションをしていきたいと思います。この車はクロスオーバー G のアドバンスとレザーというモデルになりまして、598万円の車、新車の車体価格が570万円でオプションが入りまして593万円の車ということになります。こちらのご紹介します。でこちらの車はブロンズプレシャスブラック×プレシャスブロンズという仕様の色の車になっています。それからデジタルインナーミラーと寒冷機用ということで装備がついているのと、ブルーシジョー、パソコンテーブル、連結ビーズクッション、フロアマット、その辺がついた仕様になっております。はい。エンジン自体は、こちらは 2.5 リッターの THS2 になります。で、これ、思ったんですけど、クラウン自体、こちら、こうやって、このクラウンなんですけども、ボンネットダンパーがついてないです。上まで上げると、ロックするのかなと思ったんですけど、ロックはしないですね。一応、ああいうダンパーがついてて、衝突時の、このボンネットが浮き上がるような、そういった衝突軽減のシステムがついてるんだと思うんですけれども、これ、ボンネット自体はボンネットダンパーがないので、支えないといけないという状況です。はい。で、こちらの方は、21インチということで、まあ、クラウンのね、乗り味、まあ、試乗動画を見ていただければお分かりいただけるんですけれども、本当にクラウンの今までの従来の乗り味を、やっぱり、味わいたいという方にとっては、インチダウンというのも、まあ、おすすめできるのかなということをすごく感じた車になります。はい、で、こちら、車内なんですけれど、車内開けていただくと、まあ、この辺のトリムなんかは、まあ、結構こうハードプラーを使ってたりはするんですけれども、まあ、実際に乗ってみると、すごく車の、上質さっていうものを感じ取れるものになってます。こういった絨毯自体も、このフロアマット自体も結構重厚感のあるものになってますし、今回オルガンペダルになっております。シート自体はまあレザーパッケージということで本革のものになっております。こちら、はい、で、まあ、乗ってみますと、まず、エンジン始動していて、で、このステアリングと、それからシート自体は、記憶できるものになっています。こちらです。で、ちょっと新しい装備というか、まあ、こちら、ステアリングヒーターがこうオートになっていたりとか、レベルは、2段階で設定ができたり。ETC カードが挿入されていません。で、このようにシートベンチレーション、ここです。それからシートヒーター、まあ、2つついておりますので、このレザーのシート乗ってる時のその蒸れとか、まあ、そういったものもなくて済みます。まあ、この辺はさすがクラウンというところがあっていいかなと思います。で、ディスプレイオーディオ自体は、まあ、こちらはノアボクシーとあまりこう大きくは変わらないような見たくれにはなってます。で、こうドライブレコーダー、まあ、この辺が結構違います。ここがこのように、今回こちらのクラウン、これもオプションなわけなんですけども、かなり解像度が上がってまして、上位録画、手動録画、イベント録画、駐車中録画といった感じで、こういった社外品にも付いているような、こういった装備が純正品にも付くようになったということです。そこが結構大きいところかもしれないです。はい。まあ、なので見たくれは基本変わってないですけど、やっぱりクラウンならではの装備というものがやはりこうついてるっていうところも結構注目できるところになってくるのかなと思います。はい。あとはこちらの方です。まあ、こちらの方は、まあ、ノアボクシーのこのシフトゲートを少し短くしたような、まあ、そんな感じのものになってます。で、こちらで、ドライブモードの調整が
3段階でできるというものになっています。で、もちろん電動パーキングブレーキ で、EV 走行も任意ですることも可能で、で、オートホールドもついています。はい、それでは今日は、こちらの新型のクラウン。これは 2.5 リッターの THS2、熟成された THS2 になります。で、こちらのインプレッションを今日はしていきたいと思います。で、まず第一印象は、やっぱりこれバイポーラ型のですね、ニッケル水素 のバッテリーを積んでいるので、今まで のリチウムイオンバッテリーとはまた少し異なります。で、こちらの方がやっぱり出力的にもかなりこう上がっているということで、もう走り出しからもう今エンジンかかっていないような状態でもう EV 走行を始めているといった、まあ、そういった感じになっています。で、私もクラウンかなり久しぶりというか、父親が昔、もうだいぶ昔のクラウンですね、乗ってて、で、クラウンの乗り味って、こういった船みたいな感じの、なんかこう乗り味、水上の上にこう水上の上を、船が走ってるかのような、まあ、乗り味っていうのが僕のクラウンのイメージだったりするんですけれども、あとはもう身近なのっていうと、最近もうタクシーもジャパンタクシーになっちゃったんで、クラウンが減ってきてますけれども、クラウンのね、コンフォートとかもね、そういった乗り味だったですよね。で、それがやはりこうクラウン的な乗り味、ゆったりと、くつろぎながら乗れるというのが、やっぱクラウンの乗り味になってくるのかなって思うんですけれども、やっぱそれに対しては、やっぱり少しこう、21インチのタイヤホイールを履いてるっていうこともあって、ちょっとやっぱりね、こう、ゴツゴツ感っていうんですかね、こう、ちょっと芯のあるような、そういったちょっと乗り味があるかなっていう気がしますね。多分今までクラウンにこう乗られてきた方にとっては少しこう足がちょっとこう硬いんじゃないのって思う部分っていうのがもしかしたらあるかもしれないです。で、これ結構モードが、これは3段階のモードで切り替えができるようになってるんだと思うんですけど、でもすでにこれノーマルの状態、出だしがノーマルの状態だったんで、ノーマルの状態から少しこう、ゴツゴツするなっていう感じが、ちょっとやっぱりこう従来の今までのそのクラウンっていうイメージからするとちょっとあるかなって気が、僕自身はするかなっていう印象がちょっとありますね。で、これの RS になってくるとコンフォートモードっていうのがあるんですよね。これはそうですね、これはスポーツノーマルエコだけなんで、コンフォートモードっていうのがあるんですけど、そっちになるとやっぱりそのクラウンの乗り味というものがものすごくこう体現されてるっていう話を藤友さんがなんかされてましたね。うん、だからよりそうこうクラウンのこのなんだろうな、ゆったりとした乗り味を求めて車を買うんだっていうことなのであれば、やっぱり RS の方がいいんじゃないかなって気が僕自身はするんですけれども。でもやっぱりいかんせんこれ 2.5 リッターの THS2 なんで、重量的にもこっちの方が200キロ軽い、 RS ルールも200キロ軽くて、で出力に関してはこっちは200馬力ちょっとぐらいですかね。で、トルクも確か220ニュートンぐらいかなだったと思います。で、 RS の方は340馬力かな。で、トルク自体は460ニュートン、まあ、システムトルクですね、出力、トルクともに、まあ、全然馬力も出力も違う、出力も全く違う車なんですけど、でもこっちはやっぱり燃費としてはかなり高い、もうリッター20超えてますし、でかつレギュラー仕様なので、まあ、実用性ということでやっぱり考えていくと、こっちの方がやっぱり、まあ、今 RS がねすごくこうクラウンの本命って言われてますけども、でもどちらかっていうとまあ、こっちの方がやっぱりこう売れ筋になってくるのかなっていう気がちょっと僕の中ではするかなと思います。で、やっぱクラウンなんでちゃんとベンチレーションもついてて、これ気持ちいいですよね、ベンチレーションね。あれ両方は使えないですねこれ両方使えるといいかもしれないですねで、当然思考ですよね、ちゃんとステアリングヒーターもついているし、ステアリングヒーターオートなんですね。へー、やっぱこういうところはやっぱりこうちょっとクラウン、試乗車、展示車両だけ見せてもらいましたけど、やっぱ展示車両だけだとこう、なかなか掴めないところではありますよね。
でもなんかさっきからずっとなんかエンジンがかかってないような、あでもこれ分かったな。うん、で RS は結構 2.4 リッターのそのターボ、ターボハイブリッドなんですけど、やっぱ音的にはやっぱ少し放射音が大きめで、こっちの方が NA なので、まあ、当然ターボに比べると少し周波数帯域は高い感じになるので、耳に入りにくい音になってくるんですよね。でもうこちら THS2 もかなりもう熟成されてて、まあ、当然ながらノアボクシーよりも格上の車、もう乗ってる感じももちろんその格上感というのはものすごくするんですけれども、やっぱ静粛性という意味においてももう全くやっぱりクラウンだなって思わせてくれる静粛度合いっていうのはやっぱりさすがだなって思うところですね。なのでこれ乗ってる感じでいくと、もう直四の NA の車に乗ってるっていう感じっていうのは全然ないですよね。BMW 私好きで乗ってたんですけど、 BMW も今までずっと直六だったと。で今もまあ3リッターターボの直六だったりはするんですけれども、まあ一時期こうグレードダウンの車でやはり直四の車があったりしたわけなんですけれども、やっぱそれとはまたこう違った感じで、直四の2リッターの直四の BMW の時のエンジンっていうのはやっぱりそれなりのこう放射音というのはやっぱりしたんですけれども、でもこう走りの直六から直四に乗り換えたとして、やっぱその走りのそのシルキー感みたいなものっていうのがね、やっぱりこうちょっと足りなさっていうのがやっぱりあったんですけれども、これはなんか直四であってもすごくそのシルキーな感じ、やっぱりハイブリッドなので、やっぱハイブリッドのこのモータードライブと相まって、やっぱそのシルキーさっていうのがかなりこう、冴え渡っているなっていう感じがすごくします。メルセデスとか BMW の視点でこのクラウンに乗ってみると、もう同じ感覚で乗れるかなっていう感じがすごくしますね。だから BMW が好きでメルセデスが好きで、やっぱ欧州車で僕が今までそのセダン乗ってきたんだよと、でトヨタなんか乗れるかっていう風に思われてる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、いや全然ね、いや乗れますねこれね僕すごくセダンが昔やっぱりクラウンが好きで、僕一番最初車が好きになったのがまあ、スカイラインではあったんですけど、でトヨタの車もやっぱり好きで、父親がやっぱトヨタの車乗ってたんで、クラウンだったんですよね。で自分がすごくその時買いたいなって思ってた車っていうのがちょうどクラウンマジェスタだったんですよ、初代の V8 ね、だったんですよね。やっぱその時からクラウンですごく興味があって憧れてたんですけど、うん、でもそこからまた今度ヨーロッパ車を知っちゃうとね、やっぱりヨーロッパ車のそのポテンシャルの高さとか、やっぱり直進のその安定性の高さみたいなものって、やっぱすごくやっぱ高いなって思って、やっぱびっくりしたっていうのがあったんですけど、やっぱここに来て、トヨタの車のね、作りっていうのが全くガラッとこう大きく変わってきて、で、まあ、クラウンもまたこれ新しい発想で、ね、本当になんかもう、序特急な、SUV とそのセダン の, その融合の車で本当これ売れるのかなと思ったんだけど、やっぱり実物見るとねすごいいいですよね。うん、そうそう、そこはすごくねやっぱ感じるし、乗ってみてもやっぱりその辺 の, 良さっていうのがしっかりとね感じれるところがねありますよね。うん、でさっきヤリスの RS の 1.5 リッター乗ってきましたけど、シートもやっぱり当たり前ですけど、ね、シートのその柔らかさみたいなものっていうのもやっぱりしっかりとあるし、うん、ちょっと僕腰がねいまいちちょっとこう合わないなっていうのはちょっとあるかもしれないですけど、あでもサポートで変えられるから関係ないな、うん、サポートで変えられますよね。うん、なのでシートもやっぱりさすがクラウンだなって、うん、外観だけで見ちゃうとね、なんか別に普通の車と大して変わんねえじゃんって思うんだけど、やっぱ違いますね、そういう意味では。で、やっぱり何、とにかく静かですね、車内がね。すごく外界とこう、車内とがこう、遮断されてるっていうのが、ものすごく、喋っててこう伝わるものがありますよね、やっぱりね。なんか自分の声がなんかやたらそこなんかうるさく聞こえるような。そんな感じすらするんですけども。いやこれはね、すごいな
やっぱこのバッテリーのこのバイポーラーのね、あのバッテリーの影響っていうのもやっぱりこういった一般道で走るようになると余計効いてくるのかなって気しますね。本当に車の質感を上げてるというか、ちょっと急加速出してみますね。いやもう十分ですよね。で音もそんなになんか嫌味ないですよね。なんかこう安っぽい感じのなんか4発っていう感じじゃないですよね。でこっちの方がなんかこう僕ターボまだ、ね、乗ってないんで分かんないんですけど、ターボのエンジン結構うるさいってね、ちょっとこう評判的にはちょっと初めて出したモデルだからなんかいまいちっていうところもあるみたいなんですけれど、でもこれはすごく音もなんかしっとりしてて、まあ、今々のトヨタの車みんなそうですもんね。なんか回しても特になんかこううるささってないし、ああしっかりとなんかこう FR に乗ってる感じっていうのがちょっとやっぱりありますよね。なんかリアがこう沈み込んでぐーっとこう前に押し出す、まあ四駆だからなんでしょうね。でやっぱりこれ FF になったから後ろがすごくこう広くなったっていうのがあるんですけど、やっぱりそう足元がね後ろ座るとすごく広いんですよ。やっぱりだから FF になるから余計ねこの大きさで後ろのその僕が乗っても足が組めるぐらいの、 あの広さを確保してるんで、そういう意味では SUV になって後ろも後ろに足が組めるぐらいの広さの確保がしっかりとできて、でこれだけマイルドに、でやっぱりこのコンフォートモード、あこれ何モード、あスポーツモードか、あすいません、もう一度いいですか、すいません。これ意外とあれですね、スポーツモードとコンフォートってそんな変わんないんですね。すごくその辺を感じた。やっぱりクラウンって基本的にこのスポーツだろうがノーマルであろうが、こっちの、まあ、あくまでも 2.5 リッターのこの THS2 での話かもしれないんですけど、基本的にそのなんていうのかな、船のなんか船に乗ってるような感覚で路面を捉えて走るっていうのがすごくなんかね、性格的にはちょっと変わらないような、なんかそういった印象がすごくありますね。なんかスポーツであってもなんかその印象っていうのがなんか特に変わらないっていうのはすごくね、なんかこう受けますね。なんかしっとり感っていうのが常にこのスポーツモードであってもなんか効いてるっていうような、なんか上品にこう、特に二面性っていうのはないんですけど、なんかこう 上品ななんかスポーツっていう感じですよ。なんかスポーツモードに切り替わったって感じですよね。なんかね、そんな感じがしますね。なんかこの揺れ方、こうなんかこうようなんていうんですかね、こう ノーズダイブリフトがなんかすごく高級車ですよね。うわーっとこうやっぱりリアのこのねあれですよね、マルチリンクからだったかと思うんですけど、やっぱその辺がしっかりと効いてて、車のこの揺れっていうんですかね、まあ、そういったものもしっかりと揺れもあってもこう乗り味っていうのをしっかりとこう確保してくれてるっていう、でトラクションも非常に高くて車も前に進むし、で四駆だからこう蹴っ飛ばしみたいな、そういったものもすごく感じてて、なんか FR っぽさ、 FR っぽさっていうものがしっかりとなんか残ってる、やっぱこれはクラウンですねってみんな言うんですけど、クラウンですよね。むしろなんかこっちの 2.5 の方がなんかこう従来のそのなんていうんですかね、こうクラウンの性格に、性格なのかな、性格を受け継いでるのかなっていう、色濃く受け継いでるのかなっていう気がなんかちょっと僕的にはなんかするような、なんか感じをねちょっとこう覚えますね。そういう意味ではあれですよね、これ550万で600万ぐらいですかね。そうですね。だから即決してあれですよね、こう買われるお客さんがいるっていうのもやっぱりこうクラウンならではなんでしょうね。やっぱりね、クラウンにこう乗り継いできた人が乗り継いできてると、やっぱり次もやっぱりクラウン買おうってなりますもんね。そうですね。そういう意味ではだから営業とか特にする必要っていうのもないのかもしれないですよね。そういう意味では。ロードノイズとかも全くなんていうんですかね、こう静粛性というかこの気密性というのがもうカタログでも歌ってますけど、やっぱりセルシオのね、やっぱLS400 の時代からすげえ静かだったんですけど、初代の、
っぱりこの瞬間トヨタだねっていうところはやっぱりこういう車のねやっぱ作るのはやっぱうまいですよね。やっぱりやっぱ BM とかメルセデスベンツの方がまだちょっとやっぱうるさい感じっていうんですかね。あの C クラスとかね、S になっちゃうとやっぱちょっと違うんですけど、やっぱり大船に乗ってるっていうのが S なんですよね。うん。でクラウンはどちらかというと E クラス、あの C とは全然違いますよね。C とは全然違うし、じゃあ E と比べたらどうかというと、ちょっと E に近い感じですよね。やっぱりね。どちらかっていうとね、E クラスがやっぱりこんな感じ。でも E クラスってちょっともうちょっとこう大きいんですよね。どちらかっていうと乗ってみると、乗ってもやっぱりちょっと大きさをすごく感じるんですけど、うん。でもすごくそのなんだろう、こう E クラスらしからぬなんかこう欧州テイストっていうか、なんか大船に乗ってるような感じがしっかりあって、なんかこう欧州車のテイスティングみたいなものもしっかりとなんかあるような。で若者がこうデザインしたっていうね、あの話もなんか聞きますけど、うん。だからなんか車がこう新しくなって、でもちゃんと継承してるところはちゃんと継承しているんだけど、でも新しくなってるっていうことですよね、やっぱりね。いやこれはねいい車ですね、なんかやっぱり。でこれあれですもんね、四輪操舵だから、あの後ろもこうなるんですよね。だから全然こう車の大きさっていうのをね、なんかこう感じない、感じにくい、そうですね、そういった車になってますよね。ちょっと今度私後ろにちょっと乗せていただこうかなとせっかくなので。うわー、こういったあれですね、やっぱこう段差とか、やっぱり段差をちょっと感じにくいですよね。そうでしたね、今。こういうとこがやっぱ食らうんですよね、こういうとこね。いやーすげえなこれ、へえー。ちょっとどうせならバックしますね、してみます。いやーやっぱりミニバンで500万するって言ってもやっぱり高級車はやっぱり高級車ですよね。へえー、すげえ。いやこれはいいですね。あーいいよ、よかったわ。はい、でドライバーチェンジを今してまして、後ろに乗せていただいております。うん、やっぱりですね、こうショールームで一回ちょっと乗してもらったというか車を見せてもらったんですけど、やっぱりそう外で乗ってる時の状態とかなりやっぱり違いますね。で車自体の仕様は同じなんですけど、やっぱりねシートがやっぱすごくいいです。すごくシートが、後ろもあの前のシートと、前のシートもすごく良かったんですけど、後ろのシートもやっぱりすごく、単なるなんかソファーというか単なる椅子じゃなくて、やっぱちゃんとしたソファーになってます。でこれ上級グレードとかになると、リクライニングとかもやっぱりできるようにはなってるようなんですけど、うん、この仕様のものはまあそれがついてないです。でこの肘掛けのところにボタンがついたりするわけなんですけど、やっぱりどうせ買うんだったら、うん、後ろもちゃんとリクライニングができたりとか、うん、そういったものの方がより満足できる車になるんじゃないかなって思いますね。やっぱこうタクシーに乗ってるような感覚っていうものがちゃんと、うん、まあそれちょっと言い方が語弊かもあるかもしれないですけど、なんかクラウンの今までのこうクラウンっていう車の、感覚っていうものがねしっかりと、うん、味わえます。で SUV なんですけど、なんかやっぱり私乗ってる感じだと少しこう車高が高い感じっていうのはあるかもしれないですけど、でもなんかこう窓のその開口部自体が結構今までのセダンに比べると少し狭くなってる分、特になんていうのかな、乗った感じでいくとこう SUV に乗ってるっていう感じっていうのは結構受けにくいかなっていう気はしますね。なんか乗ってる感じはもう普通のなんかセダンの車に乗ってるっていう感じがすごくしますし、うん、やっぱり何より先ほども同じ話をしますけど、すごく音が静か、後ろもすごい音が、ね、静かですね。でもう21インチのなんかタイヤを履いてるかのような、そういったもうなんかもう突き上げとかね、そういったもう余計な、ね、言葉、ロードノイズとかもそういった余計な言葉も一切必要ないぐらいの乗り味になってますね。うん、でこれ今普通のモードになってるんですけど、うん、全然もう普通のこの
ノーマルモードでもう十分な、ね、乗り味で、スポーツにも試したんですけど、全然スポーツも、なんか通常 の, あの車 の, あのなスポーツモード、ノーマルモード、エコモードみたいな、その二面性があるような、そういった乗り味じゃなくて、やっぱりこうクラウンならではのこうなんか熟成したなんか乗り味っていうんですかね、まあ、その中でも、その中でのなんかこうスポーツ、ノーマル、エコみたいな、まあ、そういった、ね、乗り味になってて、もう全く乗ってる人間も特にこう嫌味を全く受けない、そういった、ね、乗り味になってるかなっていう感じが、ね、すごく、ね、しますね、うんうん、でエアコンも、ね、なんか思いのほか、ね、よく効きますね。これ後ろ、まあ、これ普通にここにも送風口普通についてるっていうのは特に変わりはないんですけど、なんかしっかりと前のエアコンがこう後ろにもちゃんとこう届くような感じで、すごくゆったりと、でエアコン自体もすごく効いてくれて、なんかこう暑いなっていう印象も全然受けないですね、うん、今ちょうどこうゴツゴツしたあの旧道ですね、道を走ってるんですけれども、まあ、ちょっとこうゴツゴツした感じっていうのはやっぱりこう21インチになってくると感じる。で21インチ以外のホイール、あのインチダウンももちろん選べたと思うので、あのインチダウンしているこのゴツゴツ感がやっぱりちょっと気に入らないっていう方で、より一層こうクラウンらしいあのソフトな乗り心地を求めるということなのであれば、うん、インチダウンっていうのも選択肢としてはありなんじゃないかなっていう気がね、僕の中ではします。まあ、もちろんかっこよさっていう意味においては、あの21インチの方がもちろんかっこよくていいとは思うんですけれども、やっぱりこう若い人たちが買うわけじゃなくて、まあ、当然クラウンオーナーの方ですと年配の方がね買われたりするケースっていうのももちろんあるとは思いますので、うん、まあ、そういった意味で従来のクラウンの乗り味の方がいいんだっていう方にとっては、インチダウンというのも全然いいんじゃないかなって気がします。そうすることによってこういった普段のこういった道で走った時のゴツゴツ感っていうのがもう相当緩和されて、本当にクラウンらしい乗り味になってくるんじゃないかなっていうことをね、すごく乗せていただいて感じました。はい、ってことで今回はこちらの、新型クラウン、これは 2.5 リッターのTHS2、 こちらの方のご紹介を今日はいたしました。当チャンネルでは最近は、車系のガジェット、まあ、車系以外でも最近ガジェットを紹介をしているんですけれども、グリーンファンディング、それから幕開け等の、今までなかったような、用品の紹介等も最近はやっておりますので、まあ、いち早くチェックしたいという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。